ハロー、タチャハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、粒子戦争編第14回配信を撮っていきたいと思います。相変わらずちょっと粒子戦争と関係ないことをやってしまっておりますが、現在、錬金術師になっておりますので、この後ろのクエストを、ウェルトウィークさん。ウィルトウェイクさんか。どうだ、バレドンには会えたか。あの地図には、謎の記号がみっちり書かれていたから、やろうといえど難航するかもしれんな。どうやらこれ暗号自体が罠だったと。なんとバデロンはこれが暗号じゃないというのだな。自分なら炙り出して書くとはあの男らしい。ところでこちらの方でもわずかだが捜査に進展があった。暗号地図に付着していた成分の分析結果が返ってきた。錬金術で使うミスライトエンチャントインクハイクオリティだって。エンチャントインクの一種らしいけど、これってどういう品？どっちも正解じゃないこれ。エンチャントインクとはエーテル伝導率を高めたインク。金属の粉末を混ぜてエーテル伝導率を高めたインク。それって魔力を伝わりやすくしてあるってことだよね。そっか、これを使って魔導書に魔紋を記すわけか。ということはこの文字に破術を使う要領で魔力を流し込んでみれば何かわかるかも。ダメみたい。特に魔法が発動する様子はないし、流れ込んだエーテルはある一点で止まってしまう。地図上で言うとちょうど犯行現場のあたりだね。犯行現場だと？そうか、分かったぞ。こいつは錬金術を使った炙り出しの指示書だな。魔力を注ぐと地図上に目標地点が浮かび上がるって寸法だ。あ、そういうことか。さすがバデロンさんね。待って、実行役が地図を頼りに犯行に及ぶとすれば、同じ方法で犯人をおびき出すこともできるんじゃない？やってみる価値はあるかもな。実は以前にも似たような暗号地図の断片が見つかってる。仮にその発見場所が犯行の指示に使われているとすれば、私たちが暗号地図を偽装してそこに置いておけば、実行犯を好きな場所に誘導できるはずだよ。よし、チャネネには地図の偽造を頼む。そしてシャンメイには最も重要なミスライトエンチャントインクハイクオリティを3つほど制作してほしい。これで現状ちょっとミスライト系ね、まだ厳しいんで、あのね、まだ掘れてない材料がありましてこれちょっと後日にしておこうかな。ではメインクエストの方を進めるがためジョブを変えていきたいと思います。さて、ではまた竜騎士に戻しまして、皆さん戻ってきましたね。クルトゥルさん、ここはいつの間にか我々の第二の故郷になっていました。長い不在で心配をかけた相手もいるでしょう。後ほどきちんと挨拶をしなければ。ではホーリーボルダーさん、この空気と喧騒、何もかもが懐かしい。ついに戻ってきたのですね、冒険者の街レブナンストールに。じゃあフラミンさん。いやいや、見てシャンメイさん、私たちやっと帰ってこられたんだわ。この建物の中、扉の先で仲間たちとどれだけの夢を見たことかしら。みんなに会えると思うと胸がいっぱいで、涙するにはまだ早いわよね。嫌だわ、すっかりおばさんになっちゃって。さあ、石の家に入りましょう。さあ、入りましょう。この辺のクエストも受けていかないとね、やらないと消えないいつかやろう。ってことはいきなりムービーだな。全然そうじゃなかった。
クエストマークいっぱいある。アルノ君久しぶり。フラミンさんたちの出迎えありがとう。彼女たちが無事でよかった。本当に。ちょっと、うう、維新の家が賑やかで嬉しいです。皆さんもシャンメイさんもお帰りなさいです。うん、アリアヌさん、イルベルトたちには裏切られた時は希望なんて消えてしまったように思えたけど、頑張って生きてみるものね。エフィミさん、この朗報をドマ冒険者団の子供たちにも伝えてやらないと。あのちびっ子たちはホーリーボルダーたちにとても懐いていたようだからな。フラミさん、アリアヌさんもエフェミさんも変わりないようで安心したわ。ああ、今は任務で出ているが、ヒギリやドマのみんなも元気にやっている。フラミンこそ無事で何よりだ。このカウンターからフラミンさんの姿が消えてずっと寂しかったのよ。帰ってきてくれて本当に嬉しい。うん、え、ちょっと待ってよ、ブルーオムビーダさん、え、ちょっと待って、覚えてないぞ。ブルーオムビーダさん、エルクムスと来たらよほど嬉しかったのか、じゃんじゃか祝杯をあげちまってね。ま、今日ぐらいは多めに見てやるか。エルクムス、うお、実にめでたい。いかなる苦難に隔てられようとも、真に志ある者は再び集い道を開いていくものなのだ。ヒック、なるほど、実にめでたい、めでたいぞ。ヒック、イジルドールさん、フラミン殿の名のことは孫のアリアヌから聞いておる。このイジルドール、よぼよぼの傭兵と思われてはたまらん。凛々しい出立ちで、立ち姿で先立ちを迎えようぞ。なるほど、ホーメイさん、国を追われ長い船旅を耐え忍ぶ辛さは我が身をもってよく知っておる。フラミン殿らもさぞ苦労したことじゃろう。一段落して疲れが癒えたら、新しく合流した者たちを紹介せねばならんだ。そうですぞ、ホーメイ殿、暁に参じた新たな希望、このイジルドールをぜひに紹介してくだされ。落ち着きなされ、イジルドール殿、意気込みすぎるとまた足腰を痛めますぞ。なるほど、足腰をすでに痛めて。イジルドール殿が意気込んでおる。あれは後で孫のアリアヌが苦労するであろうな。なるほど、エノさん、やだ、迷っちゃう。何を、何を、ホーリー、ウォーカーボルダーさん、ついにホーリー兄様にお会いすることができました。これからは兄弟で暁の理想のもと粉骨再進していこうと思います。ホーリーボルダーさん、我が弟ウォーカーよ、まさかお前とこの石の家で再会するとは夢にも思っていなかったぞ。やっとお会いできて嬉しいです、ホーリー兄様。兄様と共に戦えるよう先日の修行を終えた後、暁に合流させていただきました。しかしホーリー兄様はすでにさらに先を歩んでおられる様子、さすがです。ラザハンでもやはり修行。ああ、ラザハンにおける伝説の英雄ゾディアック・ブレイブの記録からヒントを得てな。それはそれは血を吐くような修行だった。なんということだ。うーん、まさか弟がお世話になっているとは。新たな仲間たちに遅れを取らぬようさらなる精進が必要そうだ。クルトネさん、暁の現状について聞きました。こうして戻ってこられたのは何よりの喜びですが、まだ行方の知らない方がいるのが気がかりですね。一通り情報を共有し終えたら、私たちも捜索に加わります。必ずや皆さんを探し出しましょう。だってね、クルトネさん、あとはなぜかタタルさんに、この間まさかセリフが違うってことはないよね。
さすがに一緒だ。タタルさん、本当にフラミンさんたちが戻ってきたんですね。この感じすごくすごく懐かしいです。ああ、そうだな。私は自分の未熟さが引き起こした事件で彼女たちに辛い旅を強いてしまった。もうあんな思いはしたくないし、させたくもない。未だ行方不明の仲間も必ず見つけ出そう。はいです。ビンフィディアさんもイダさんとパパリモさんも絶対に無事でいらっしゃいます。だからきっと迎えに行って皆さんでただいまって帰ってきてほしいです。そしたら石の家の受付としてとびっきりのお帰りでお出迎えするです。おー、コンクリートだが、どうしようか。とりあえず魚をゲット。まさかこの間もセリフが、さすがに一緒か。フラミンさん、ミンフィディアのことは心配だけど、調査については深く聞かないことにするわ。聞いたらきっと飛び出したくなってしまうもの。いつだって祈って待つのが私の役目。あるべきものをあるべき場所へ。彼女がどうかここへ戻ってきますように。うん、フラミンさん、アルフィノ君。ではレベル60クエスト、星の呼び声。石の家のアルフィノは冒険者に提案があるようだ。なんかミニオンくれる受注。さてシャミ、先ほどサンクレットたちから連絡があったんだ。どうやら魔道場跡地での調査で収穫があったらしい。ヤシトラも交えて報告したいと言われたので、イデルシャイアで集合することとなった。フラミンたちとの再会にもう少し浸っていたいが、ミンフィディアも私たちの助けを待っているかもしれない。早速イデルシャイアに向かうとしよう。おう、イデルシャイアに行く前に、先ほどなんか細かく受けてしまった町の外のクエストだね。あれをちょっとやっていこうか。では、さて出かけようと思ったんですけど、ほとんどのキャラがなんかセリフが違いましたので、ちょっと見ていこうか。タタウさん、シャンメイさん、いってらっしゃいませ。ミンフィディアさんのことよろしくお願いします。まあ短いけどみんなねセリフが違うね。バーマハッティアさん、さて次はどの仕事に取り掛かるかな。あんたが仲間探しとイシュガルド方面のことに専念できるよう、俺たち新入りも気張ってくぜ。ほう。で、フラミンさんはセリフ一緒だったんだけどね、アディアンさんとかみんな違うんだよ。イダさんとパパリモさんはどこへ逃げたのかしら。引き続きパールレーンから先の足跡を追ってみるわ。大丈夫、フラミンさんたちも見つかったんだから。え、フラミンさん、ヒギリはしばらく出ずっぱりだから、フラミンたちの帰還をまだ知らないんだ。次に石の家に帰ってきたらきっと目を丸くするだろうな。ブルームビドさん、エムクルスはずいぶん酔いが回ってるみたいだ。大丈夫、もう少ししたら氷水でもぶっかけて責任持って任務に連れていくよ。エムクルス行く。ところでブルームビド、まだ帰ってこない仲間がいるのだ。ウィルデッドという真面目な青年でな。あ、ウィルデッドはもう、ウィルデッドはもう、うん。今日は足腰がすこぶる軽やかじゃ。もしや完全に現役復帰を遂げている。思い込みだそれは。ドマにおった時は岩のごとく黙することこそよしと息子たちによく言い聞かせたものじゃ。
しかしこうして若者たちの活気に触れるとどこからか力が満ち溢れてくる。いずれ故郷の復活に必要となるのはこの力かもしれんの。うん、活気って大事だから。クレメンス、わー、エノルお姉ちゃんがすっかり恋愛ボケしてる。というか大川さんもひどくない？任務中彼の役に立ってたのはむしろ癒し手の私だと思うんですけど。エノルお姉ちゃん、彼女がお姉ちゃん、休日誌です。ああ、二人に挟まれたい。なるほど、筋肉が好きな子かな、この子は。ボカボルなさい。さすが、ホーリー兄様、何でもお見通しですね。こちらのエノルとは、数多くの任務を共にこなしてきました。今では一番の相棒だと思っています。相棒ね。うん。時に、我が弟オーカーよ。そちらの女性はどちら様かな？先ほどからずっとお前に寄り添っているが、もしや、ホーリーボルタさんとしては、付き合ってるって思ってるけど、彼は相棒だと思ってるね。なるほど。クルズネさん。さて、賑やかなのをホーリーボルダーが引き受けてるうちに、レブナンツトールの人々に挨拶してくるとしましょう。ついでに、最近の冒険者の動向も知りたいところです。どんな石が流行っているかなどね。石を。よし、じゃあこれで全員聞いたかと思いますので、今度こそ町の外のクエスト、少年たちのクエストをやっていきたいと思います。さて、町のレブナンス通る西側の倒壊したキャンプ、旧市街ですね、こちらの待機場所まで来ておりますので、指定地点に。ここが第7霊祭で崩壊したっていう旧レブナンツトール。なんだか今のレブナンツトールとは全然違うね。何もないし。そうだね、財宝なんてなさそうだけど。ヨウさん、どうするの？とりあえず周辺を調べようぜ。何かそれらしい手がかりがないか探すんだ。くれぐれも魔物には気をつけろよ。魔物ワンサがおるけどな。アクティブなやつが。え？ん？お、あれか。これだけ荒れ果てていたら、財宝があったとしても魔物のお腹の中じゃないかしら。おはるちゃん、ガラクタばっかだね。この壺を開けるのは勇気がいるよ。まあね、壺は何が入ってるかわからないですからね。昔の人は壺、トイレが壺だった可能性もあるしね。ヨウザンくん、このテントなんか臭いぞ。いや、怪しいとかじゃなくて匂いがすごいんだ。なんか目も鼻も痛くなってきた。そういうのはあんまり近寄らない方がいいかな。シウンくん。くんなのかな？女の子かな？ちょっとね、分かってないんだけど。うわぁ、すごいな。地面を持ち上げちゃってるよ。この下にあるなら、僕たちじゃお手上げだね。この上にあるんですよね。この謎の薄汚れた天幕。古ぼけたボトルを見つけた。以上。じゃあヨウザン、それらしいものは見つからないな。兄ちゃんは何か見つかった？ボトル渡す。兄ちゃんが見つけたのもガラクタか。さすがにそう簡単には見つからないな。いくらなんでも情報が少なすぎるもの。
でもお兄さんの見つけたそのワインはもしかしたら年代物かもよ。ヴィンテージワインってやつだよね。年代によってはすごく高価なものがあるって前にフラミンさんから聞いたことがあるよ。スラフボーンさんもきっと詳しいよ。この間冒険者の人とずっとお酒の話で盛り上がっていたもん。ふふ、スラフボーンさんって意外と物知りだよね。ねえヨウさん、スラフボーンさんにワインのこと聞きに行こうよ。今スラフボーンのところに行くのはちょっとな。そうだ、子供がお酒なんか持ってたらいけないか、いけないよな。だからさ、兄ちゃんが聞いてきてくれないかな。やった、それじゃあレブナンツトールに戻ろうぜ。正直ね、あの10歳くらいの感じの子たちがね、このレベル44の敵を折るところにはね、ちょっと危ないかなって思っちゃう。じゃあこれ報告したら終わった。いや、まだあるの？どうしようか。スラフボーンさん、冒険者よ、何か用か？ワイン？ボトル？ワインなど持ってきてどうしたのだ？まだ勤務中だから付き合ってはやれんぞ。それにしても随分と年代物だな。なるほど、あのハイキャンプで拾ってきたのか。これがどれほど高価なワインなのかが知りたいのだな。ははは、残念ながらこれは安物だ。しかし紛れもないレブナンツトールの財宝だぞ。レブナンツトールは今でこそ賑やかなキャンプへ発展したが、かつてこの辺りは死の匂い漂う寂れた土地だった。安らげる時といったら酒を飲む時くらい、ギルドの仲間や気の合う冒険者と酒を持ち込んで飲み交わしていた。そのほんの一時が一部の冒険者の中でレブナンツトールの隠し財宝なんて噂になって広まっていったんだ。やがて噂を勘違いした酒飲み冒険者や行商人が至高の酒を求めてこの地にやってくるようになった。だがそもそもこの辺りは危険な場所。熟練の冒険者でさえ油断すれば凶暴な魔物の餌食となってしまう。そこで仲間と協力してある別の噂を流したのだ。レブナンツトールは亡者の住む地、そこで眠りにつけば目が覚めた時には悪魔に魂を蝕まれ、死霊としてさまよい続けることになるだろうとな。さすがに死霊になってまで酔っ払いたい奴はいなかったよ。これがレブナンツトールの財宝の真実なのだ。あ、これで報告でいい。じゃあこれ報告したら今度こそ終わっとこうか。そうだね、次回はイデルシャヤに行ってメインクエストを進めようかな。いや待って、どうしよう。ちょっとね、モンクのクエストも気になるんです。モンクやっとこうかな。じゃあヨウザン君、兄ちゃんワインのこと聞けた？まあそういうカクカクしかじかでした。そっか、あれがレブナンツトールの財宝だったのか。冒険者ギルドが溜め込んでた埋蔵金とか封じられた闇の王とか、ちょっと期待してたのにな。まあキャンプの外にも出れたし、兄ちゃんと遊べて楽しかったからいっか。これあれ、次があるぞ。また今度かな。ジュン君、財宝の正体が怨念じゃなくてよかったけど、お兄さんが戦っているところは見たかったかも。どっかじゃ、金銀財宝がなかったのは残念だけど、みんなが無事に帰ってこれてよかったわ。小春じゃん、楽しかったね。でも鷹山はまだまだ満足していないと思うよ。私ももっと冒険したいもん。受けるだけ受けとく。
次回に回そうか迷うな。今回ここまでにしとこうか。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。第14回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はちょっとこのクエストを受けるところ&文句のクエストができたらやりたいと思います。では失礼します。